マルタン・ベルトはフランスのチェリスト、チェロ教師、作曲家、チェーロ演奏におけるフランス学派の創始者であると広く認識されている。ベルトの生涯に関する記述はしばしば信憑性に欠け誇張されている。結果としてその生涯について確かなことはわずかしかない。おそらくボヘミア人のコチェッツについてドイツでビオラダ・ガンバを学んだらしい。 バンコク音楽家列伝を表したフランソワ・ジョゼフ・フェティスはベルトーが1739年にコンセールスピリチュエルで自作の競争曲を演奏してチェリストとしてデビューしたと述べている。しかし当時のどのメディアにも彼の名前は掲載されておらず、さらに競争曲はスケッチすら発見されていない。ベルトーの名前への言及は ジャンジャック・ルソーが1753年のパリで、その演奏を耳にしたと記録していることのみである。アンジェで生涯を終えた。わずかなチェロ・ソナタを除き、ベルトーの作品の多くは散逸してしまっている。ベルトーの、よく知られた、チェロ・ソナタと蝶々作品25は、長年渡り、イタリアの作曲家、ジョバンニ・ワッティスタ・サンマルティーニの作品であるとされていた。ベルトには、 フランス王大使、ルイ・フェルディナン、バレンシア人の兄弟ジャンバティスト・ジャンソンと、ルイ・オーギュスト・ジョゼフ、ジャンピエール・デュポール、チェリストで作曲家のフランソはキューピでリニューサル、最後の弟子だったことが確実視される、ジャンバティスト・ブレバルラがいる。ありがとうございます。